最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はディスピュート、カバーを一気にちきります。2番手はスカイビューティー、ディスピュート1着、ディスピュート完勝、ディスピュート1着、2着は微妙です。勝ったのはディスピュート、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはリコーペガサス、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。後続は大きく離れました。2番手はファッションチャート、完璧です。圧倒的な強さを見せました。リコーペガサス1着、2着は微妙です。リコーペガサス見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はメジロカンムリ、メジロカンムリ先頭、2番手はプレイリークイーン、残り 200m、 メジロカンムリ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。サマリペッピン迫る、カワチトリビュート伸びない、メジロカンムリわずかに、メジロカンムリ体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったマジックパンドラ、残り 200m、 先頭はゴールデンジャック、残り 100m、 ゴールデンジャック先頭、一気にイージーレイン、ゴールデンジャックわずかにイージーレイン体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはヘアアイドル、ヘアアイドル先頭、2番手はアルリングコート、ヘアアイドル先頭、2番手はパワチイメージ、ヘアアイドル1着、ヘアアイドル1着、2着はパワチイメージ、これはものが違う、ヘアアイドル。三歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠のチョンカイライデン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはバンダムダンサー、綺麗なスタートを切りました。岸山ゾン前に行きそうです。これに続くのがメローフルーツ、オレンジの帽子、ウォーターデュール、その後ろバンダムダンサー、そのうちに続いています。並んで4番アグネスパレード、その外からチョンカイライデン、その隣にスノーデューク、その横にミレニアムアカメ、内からはローブモンタント、その外からオブリローマン、内からは月アイズ、その外からペジローウィング、その隣にオンワードノーブル、アグネスガリバー、そのうちに続いています。赤の帽子エトワールハッピー、その後ろ少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。ここでチョンカイライデン先頭に変わりました。ここで先頭が入れ替わりました。アグネスパレード、チョンカイライデン2番手に控えました。さあ岸山ゾン逃げ切れるか。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭は岸山ゾン、差は3馬身、後続の手応えもいい。2番手はオグリローマン、あと 200m、 岸山ゾン先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はオグリローマン、シアマゾン独走、シアマゾンぶっちぎりです。シアマゾン1着、2着はオグリローマン、これが世界の実力だ。シアマゾン